今上野なんですけどね、明日はダイヤ改正で、寝台特急あけぼのがなくなってしまいますね。今日が最後の寝台特急あけぼのです。これはねちょっとね見なきゃいけないんで、知り合いの今岡安さんから先ほど電話があってですね、今上野駅で待ってるってことなんで、僕もやってきました。最後の寝台特急あけぼのを見たいと思います。なんか嫌な予感がするな。今ですね、13番線に入場規制がかかるっていう、館内放送がありましたね。うわこれすげえ。すげえこれ。入れないよ。エスカレーターの辺ですか。わかりました。すいません。電車越えております。スピード制限されてます。これすげえな。岡安さん取材されてます。いや慣れてるな。いや相変わらずこの丁寧に書き込んでますよね。書き込みましたね。相当時間かかりましたね。仕事する時間をねそっちに使うべきだったの。すごいな。あ、国営放送ですよ。次から次へと取材受けます、ね。今時間がですね、8時56分57分になろうとしているところですね。そろそろ入ってくると思います。お待たせしました。新宿から手元を入室いたします。自動車よりお座りください。ご理解とご協力お願いします。黄色い線よりお座りください。寝台特急あけぼの号の入室です。ご理解とお願いします。黄色い線よりお座りください。黄色い線よりお座りください。EU64 見たいんだけど入れるかな。ちょっとねとてもじゃないけど機関車が見えないんで場所を移動します。入場規制、一回出ちゃったらもう入れないですか。なんてこったなんてこった、一回出ちゃったらもう入れないんだってしまった。間抜けだ。川原駅、川原駅だ。67号やっぱみんな考えること同じですね。結構人が集まってますね。このチャンネルはみんなで鉄道を楽しむチャンネルです。チャンネルの登録をお願いします。